対戦艦は、対戦戦を主とする戦闘艦の総称。また、ソビエト連邦海軍、ロシア海軍がそれらの艦に与えた、監視故障。大型対戦艦は、概洋で、構成的な対戦作戦を展開するための艦艇であり、艦固有の艦載機、及び原子力潜水艦との共同が考慮されている。西側の巡洋艦、駆逐艦に相当するものである。 1950年代末、アメリカ海軍は、ジョージ・ワシントン級原子力潜水艦の配備を開始した。これは、実用弾道ミサイル潜水艦の講師であり、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルによる核火力と原子力潜水艦としての隠密性、行動性を備えていた。これは、ソビエト連邦政府に対して、重大な衝撃を与えた。当時のソビエト連邦海軍は、 ほぼ純粋な沿岸海軍であり、これらの潜水艦を阻止し得る望みは薄かった。したがって、ソビート連邦は、近海からの奇襲的な核攻撃に対して、非常に脆弱な状態に置かれていた。1961年12月30日、ソ連共産党政治局及び、ソビート連邦閣僚,僚評議会は、第1185から510議決により、これらへの対処を決定した。 この決定により、50年代を通じて、ソ連海軍で採択されてきた、大水上、対地火力投射というドクトリンを廃止、代わって、対潜水艦船を重視することとされた。これによって、1966年5月19日、創設された艦種が、大型大戦艦である。規模において、さらに1等と2等に区分される。小型大戦艦とは、沿岸で、 防衛的な対戦作戦を展開するための艦艇であり、地上基地発進の対戦障害機及び通常動力型潜水艦との共同が考慮されている。西側のコルベット通報艦に相当するものである。またこの他に大型、小型対戦艦とともに対戦線を遂行する艦種として下記の2種がある。これらの艦艇は、 1960年代から1970年代にかけてソビエト海軍の中核的な洋上兵力を成し外洋への進出に大きく貢献した。しかし一方でこの時代に世界各国海軍の洋上部隊を悩ませた問題からこれらの対戦艦も無縁ではなかった。すなわち対戦火力及びソナーの性能上の制約により洋上艦による対戦戦能力は 限定的なものとならざるを得なかったのである。また、政治的に決定されたドグマとしての対戦線上の執着は、これらの対戦艦から対水上火力をほとんど奪ってしまうという結果をもたらしていた。このことから、1980年代においては、対戦火力を重視する大型対戦艦に対して、対空、対水上火力を重視する駆逐艦としての、 ソブレメンヌイ、e、級駆逐艦が並行して整備されるようになっている。第二次世界大戦末期のシュノーケルの実用化や水中高速船の出現などを受けて大戦後潜水艦脅威の深刻化が懸念された。このことからアメリカ海軍は大戦戦重視の新艦種として大戦巡洋艦と大戦駆逐艦を新設し前者としてノーフォーク、 後者として、カーペンター級が整備された。しかしその後の監視再編で、CLK は共同駆逐艦、DDK は護衛駆逐艦を経て、通常の駆逐艦に編入され、いずれも消滅している。保安庁警備隊時代、国産の警備艦は高型警備艦と、お津型警備艦の2種類のみであった。その後、防衛庁会場自衛隊に改編され、 第二次世界大戦後初の長期軍備計画として1957年に策定された第一次防衛力整備計画において、大型警備艦をさらに3種類に細分化することが計画された。すなわち、対戦護衛艦、対空護衛艦、指揮護衛艦である。対戦護衛艦は、護衛艦隊のワークホースとして構想され、マーク333インチ法による、 股間防空力を備えるものとされていた。ありがとうございます。